別件でね、動画作ってたんだけど、それちょっと、ボツになったんで、まあ、せっかく撮影する準備したんでね、なんか撮ろうかなと思って撮ってます。まあ、ちょっとこれ撮り終わったらね、読書しにね、ミスド行こうかなと思ってるんでね、ちゃっちゃとね、撮り終わってね、早くミスド行きたいんですけどね。いやー、うん、弟がね、新居の動画出してましたね。いいっすね、頑張ってますね。いや、僕のね、知り合い、K 君、オープングランド君がね、仕事ね、辞めてね、今ね、まあ、頑張ってるらしいんですけど、そういうのってね、なんかね、勇気もらえるっすよね。知り合いが頑張ってるとね、友達が頑張ってると、あ、俺も頑張んないとなってなりますよね。まあ僕もね、ちょっとね、まあ、さっき別件で撮ってた動画に関係することなんですけど、まあ、あるビジネスをやるのに、それを知り合い、友達に、まあ、事業内容を説明する動画撮ろうとしてたんですけど、穴があって、プレゼンに穴があって、資料っていうか、まあ、俺が作ってきたのね、殴り書きのね、資料にね、穴があったんで、それを修正しないとなって、再検討しないとなっていうことで、ボツにしました。で、あと、頑張ってること。めんどくさいんですけどね、頑張るの。もう頑張ることをやめたいぐらいなんですけど、頑張らないことを頑張る。スタンス的に。まあ、あとは、書き物っすね。小説的な。全然やる気出ないですね。そんな感じかな。みんな頑張っとるんやなーって。いや、いいっすよね、なんか環境とかを一新して自分をね、追い込んでいくスタイル。 本来はさ、嫌だなーとか、めんどくせえなーとかって思っててもさ、その慣れた環境から出づらいじゃん、人間って。で、そっから一歩踏み出して、進んでいく姿を見るっていうのはいいっすね。僕たちはこう生きる、君たちはどう生きるか。まあ、生きていくってことです。まあ、ジブリってことっすよね。適当につなげるんだって。いや、あの映画面白かったっていうね、職場のね、知り合いがいたんでね。え？すげえな。だけど、インコ大王の裏切っ、よくも裏切ったなって言ってた発言、あれどういう意味だと思います？っていうことを聞かれて、いや、そこ俺的にはなんか理解っていうか解釈っていうかあったんですけどね。そこがなんか、その職場の人理解してなくて、え、理解してないのに面白いって言ってんの？みたいな。いや、まああれ理解できるとかって内容じゃないんですけどね。その作品全体で言ったら。よくわかんないんですけど。面白い、あ、なんか評価がね、5をつける人で、1つける人で、平均が3になるっていう現象らしいんですよね。それがエヴァでもあったらしくて、それに近い感じらしいですね。まあ、わかるわ、それは。
俺は1つけちゃうパターンか。いや1はやりすぎなんだよな。俺3だなやっぱ。まあ、一番好きだったシーンで言ったら空襲、空襲っていうかその病院が火事になってるところ。ネタバレすんなって、うん、だな。いやあそこのね少年がね駆け抜けていくシーンがね、あこういう風に表現する作品あまり見たことないな、初めてかもしれない。やっぱジブリっすね。やっぱ絵で表現するっていう技術はすごいです。さすがジブリ。あ、俺もなんかああいう立場でああいう感じで駆け抜けるシーンがあったとしたら、なんか気持ちああなってるかもしれない。うん、そんな感覚に陥るようなすごい描き方でした。話すことあるかな、やっぱり特にねえんだよな。特にね、切ります。じゃあ、バイ。